クリームの日。こんにちは、みほです。今日はこちらの、じゃん、冷蔵庫の中にあった卵、こちら賞味期限が書いてあるシールをなくしてしまったので、いつまでかわからないんですけれども、まだ大丈夫なはずなんです、はい、こちらをオムレツにして食べたいと思います。今日は歯医者さんに行くぐらいしか予定がなくて、その他の時間はずっと家でイラストレーターとフォトショップの授業を受けようと思っていたんですけれども、4時間ぐらい受けられたらいいかななんて思ったんですけれども、蓋を開けてみたら今夜の8時なんですけれども、なんと授業を10分しか受けていない、そんな1日でした。じゃあ何をしていたかというと、オムレツを作ったり掃除をしたり、ちょっと薬局に行って買い物をしたり、夕方になってから歯医者さんに行って、歯医者さんの帰りに、今日はアイスクリームの日だからアイスクリームを買って帰ろうって思ったんですけれども、すっかり忘れて今に至ります。まあそんなぼーっとしちゃう日があってもいいかなって思いつつ、ぼーっとしてばっかりでもいかんなと思い、ちょっと気を引き締めて生きていきたいと思います。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。